ごきげんよう、ゆりえです。ごきげんよう、ほなみでーす。INI リーダー決定おめでとうございまーす。イエイ。やっと決まりましたね。ほなみさん、そういうテンションではいられないんですよ。はい。本日動画を撮ったのはですね、はい、反省会です。やっちまったぜ。謝罪会ですね。まあ、もちろんそのこの INI のリーダー決定の動画、うん、YouTube の方に上がってるんですけども、そちらを見たということ前提でこの動画は進めさせていただきますので、はい、大いにネタバレあります。はい、ご了承のほどよろしくお願いいたします。一回謝っとくか。謝っとこうか。あの、新しく決定したリーダー、そうですね、うん、はい、木村雅也くん、誠に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。1、2って言って、はい、顔上げて。それからですね、あの、木村くんが絶対リーダーいいと思って信じてた INI のファンの皆様方、誠に申し訳ございませんでした。大変申し訳ございませんでした。はい。1、2。私たち、あの、前回ですね、INI のリーダーはこの人がいいんじゃないかっていう大予想大会をしてまして、はい。はい、あの、そちらの動画、多分ペタッと貼っとくと思います。はい。外れました。あれ、外れだよね。ニアピン賞かな。ニアピン賞かな。私たち木村くんって言ってないんだっけ。どうだっけ。え、なんて言ってたっけ。どうだったっけ。いや、でもなんか触れてはいたはず。あ、もちろんもちろん、いっぱいあれもこれもになって負担が大きくなるんじゃないかなとかね。そんなこと言った気がする。なんかダンスリーダーで木村くんでもしやるとしたら、ね、リーダーもだと大変になっちゃうよねみたいな話をした気がする、うん、で、1曲目はもしかしたらね、JO1 と同じ感じだったらセンターかもしれないしとかね、うん、私たちが木村くんのポテンシャルを舐めてたんだよね。ごめんなさい、本当に。本当に申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございませんでした。いや、でもなんかさ、やっぱ最後のさ、うん、演説というか、うん、男らしかったですね。できる男は違ったわ。いや、マジ舐めてたわ。舐めてた。本当に。もう、ごめんなさい、本当に。本当に申し訳ございませんでした。自分がこう、引っ張ってくだけじゃなくて、うん。うん、こう、支えてももらいながらみたい、いろんな人の意見もちゃんと聞きながらみたいな、ね。こと言ってたのが、ね、ああ、いいリーダーになりそうだわ、もうすでにっていう。貫禄があるよね。うん。そうそうそう、なんか安心感あるね、やっぱね。うん。引っ張っていくんだろうなっていう感じするし、うんうんうん、でも例えば西くんとかはさ、うん、なんかちょっとなんかあったら俺に頼れよっていう感じもあるし、あ、そうね、言ってたのも本当にありがとう兄貴って感じ、うん、リーダーがこうちょっとこう、うんうん、なんだろう、倒れるじゃないけど、うんうん、持たれるところがちゃんとあるんだなって。そうね、ね、我々あの、うん、木村くんだけじゃなくて INI 舐めてました、本当に。そう、あ、本当ね、申し訳ない、誠に申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございませんでした。みんな、自分はリーダー支えるタイプだと思うっていうのが面白かったね。それね。あ、そうなんだ。まあでも確かにそんな雰囲気はあったけども、ね、みたいな。いや、それこそ、その、うん、まあ候補で上がった人たち、はい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 。ちょっと見ていきたいと思うんだけれども、うんうん、木村くんが5票の最多になって、で、最後の最後に尾崎くんの2票目が呼ばれ、うんうん、で、今7だよね。田島くんが2票で、そうだね。そうなると西くんが、2、3、1、2、3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 、
さがいるパターン。誰か決められませんみたいな人がいた。その辺濁すか。濁すか、そうだね。戸崎くん2票ってことで、まあこれはゆりほな票でしょうね。そうですね、我々が実は入れてた1票ずつあのちょっとしか書いてなかった、あのあれはどちらでしょうか。適当な あれ私かな、もしかしたら。あれ、さんかい。もうすでに笑いを取りに行けという、うまくできてましたね。バラエティ班ってことでね。もうすでにね、そう、バラエティリーダーに任命されていましたからね、うん、スタッフさん側も出しやすいんじゃないかな、こうバラエティ担当で、うん、
でも喋るってなったら松田くんとかよりは尾崎くんの方がトークとかは。そうだね。ね。でこう動き系だったら松田陣行ってこいとかさ。あ、そうね。あのワイプゲーとかやってほしい。ぜひ。ね、まあ、冗談であのゆり花って言いましたけども。実際ね。まだ関係性がさちゃんと見れてないから、うん、想像にはなるけど、私フェンファンが木村くんに入れたんじゃないかなって思ってて、おう、うんうん、全部こう短文の文章あったじゃない、うん、あったね、なんかあのなんとかよし何々が丸丸あったあった、そう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 、うんうんうん、これフェンファンじゃないかな、まあ、もともとフェンファンと木村くん一緒にあのなんだっけ舞い落ちる花びらやってたし、あーそうだ、あーねー、もうだいぶ前の話のように感じるよね、そうなんかちょっとね懐かしいな、ペンファンも懐かしいしね、そうそうそうだよ、ペンファンくん、おかえりー、おかえりー、待ってたよ待ってたよ、ペンファン、ペンファン待ってたと誕生日動画よあれ一個空いてるんだろうけど、あそこペンファンのための席だったんだろうけど、動画的に見るとね、ちゃんと知らない人あれ見たらさ、これえこれってさって思うから、なんでこれえなんでここだけディスタンスみたいな、ね、まあでもね後でね、あそこにね入れるようにっていうね気遣いなんだろうけど、うん、なんかわかんない人多分本当わかんないと思うよあれこう藤巻くんと池崎くんが、うん、こう誰かをこう選ぶんだけども、うんうんうん、そう自分のお願いを、うんうんうん、お願い聞いてくれる人を選ぶわけなんだけど、あったね、そこに高塚くんどっちにも触れられなかったから、うん、当たらなかったから、うん、あんまりこう参加してないのよただでさえ、そっかそもそもね、そうそうそう、でそれでこうちょっとディスタンス取られてたから、そうか、その誕生日動画からもそうなんだろうけどさ、あのみんなこうお帽子なりフードなりでさ必死に髪を隠しすぎなのよね厳重だよねしょうがないんだけどね、準備してるんだなっていうのがね伝わってきてワクワクもするんだがもう最初のもよそう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 、かわいすぎるよね妖精さんだもんだって、うん、お顔がいいからいいんだけどこれあの昭和時代にこういうことやったらネズミ男って絶対言われるから、ね、同じだからねフォルム、でも佐野くんは永遠にこのままでもいいと思ってる私、うん、なんか可愛い可愛いからプニッとしてる可愛い可愛い、あ、ね、あとさこれまでの動画見てても私ずっと思ってたんだけどさ、お田島くんスキンシップ多ない、みんな多くない、いやなんかみんな多い、多いな、結構な距離近いなと思ってたんだけど、田島くんよくいろんな人のところ肩とかなんか膝とかよう触ってるなっていう、触ってたね、高塚くんの何か喋った後に、うんうん、それやみたいな感じでこうパンって触ってて、触ってた、お膝に、あらちょっとけしからんと思ってこれまでもいろいろそう、あらちょっと誰かの肩をまた持ってる、あけしからんって思ってたんだけどうん、うん今日のは特になんかすごい目に入ってきて、あーもうけしからんなんだこれはっていう、これさ、うん、なんか意外性あるよね田島くんだったら、そうわかる、そんなことしなさそうじゃん、そう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 、だって一人の時間絶対欲しいって言ってる子なんだもんね、え必ず、そうだからあんまりなんかこうある程度距離保ちたいタイプに見えるよね、あとちょっとタイミングが違うのかもね、え今何したみたいな、あー確かにここで触ると思わなかった、触るって言い方ちょっとここでなんかボディタッチすると思わなかったみたいな、うんうん、うんうん、確かに不意に来るじゃん、うん、やめて本当にそういうの事前に言って今から触りますよってこうテロップ入れてもらって、ね、テロップちょうだい言ってるじゃん私ねちょっとテロップ仕事してってね、本当にねあのファンたちの大惨事になる前にテロップを入れてほしい、誰が誰に入れたか予想する、あ、そうだね、やっぱ関係性がちゃんとわからないとね、うん、わかりづらいかも、なんかそのインタビューで、うん、なんだっけ、こう自分が付き合うなら誰がいいだったか、なんか仲いいの誰みたいなのがあって、うんうんうん、でその時はあの田島くんと藤巻くんが両思いだったの、うん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 、まあ、なんかお互いお互い相思相愛だねみたいな、うんうんうん、で
もうその藤巻くんは私田島くんじゃなくて木村くんに入れてる気がするのね。いや私もそんな気がする。なんか最初にもさ、うん、藤巻くんと木村くんは毎朝よく、うん、朝ごはんよく一緒に食べてるみたいな、うんうんうん、の言ってる時のなんかこの関係性がなんかね、お互いの信頼関係みたいなのがよく見えた気がして、木村くんのリーダー経験に触れてる人が木村くんに入れてる気がする。そうだね、確かにそれを見てるからこそみたいなね。尾崎くんに誰入れたんだろうね。ね、誰入れたんだろうね。何プリかな、何プリかな、買って知ったるみたいなのがあるから後藤くん入れてるかな。あ、でもなんかあの短いのそうかもしれないな、今思うと適当な感じっていう。そう、で西くんに一票入れてんのが木村くんな気がする、うん、あえ田島くんか池崎くんのどっちかが入れてる、うん、いやわかる、田島くんはね入れてると思うんだよな西くんに。どっちか田島くんか、田島くんが入れてるかな、やっぱわかんない、なんか入れてる気がしてる。どうせ私たちの言ってること外れてるんで、そう、はい、どうせね、もう外れてるので、ね、どうせ外れてるんで、前例あるんで一度やったことは二度も三度もやります。多分面からもすっげー外れてると思うんであ、そうだ、面からもねわー、謝罪動画が増える増える木村くんピンクじゃないと思いますあんなに絶対ピンクだよとか言ってたのに全然参考にならないんですけども、おそらく木村くん、田島くんが、うんうん、西くんかな。ねえ、これ妄想だからね、私たちの妄想ではそんな感じありえるよね。はい、あと誰だ、誰がいる。田島くんの2票が、うん、私松田くん、高塚くんな気がするな。高塚松田くんってそんな田島くんと組んでないのか。どうなん、でも松田くんさ、日プであんまり関わってなかったとしても、うん、終わってからでも急激に仲良くなれそうじゃない、うん、あー、木村くんに注視に行ってるんだよ。なんだっけ、はじめまして、あー、甘えないの、そうだ、すいません、正式な番組名じゃなくて、うん、甘えに、あ、でも松田くん、木村くんだけじゃない気がするな。そうだな、確かにそうだ、全然なんか西くんとかにも行ってる気がするななんかそう、お兄ちゃんたちに甘えに行ってる感じあるもんね。距離詰めんのうまそうだよね。うん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 、まあ、そのマンネライン、うん、うんうん、松田くんと池崎くんは本当に距離詰めんのうまいね、本当に。来年あれだよ、もう寝起きでみんなでクイズとかやってるから、きっと。そうだそうだバーベキューやった次の日に寝起きクイズつらいってなんでレン君即答できんのよ賢すぎるのよ与那城くん、いや、マメちゃんが正しいんだから。そう、あれが正しいよ、本当に。そうそうそう、レン君がおかしいのそんなわけで、私たちは全然誰が誰に入れたかわかんないわかんないですが、あ、でも来年ぐらいになったらもしかしたらわかるようになってるかもしれない、うん、いや、この文字の書き方は絶対に田島くんとか言ってるかもしれないよね、ウェブラジオとかで。あ、確かに公開してたりとかあるから、実はあん時はみたいに、うん、自分与那城くんに入れましたとか言ってた子いたからさ。うん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 。さて、そんな感じでお話ししてきましたけれども、はい、そうですね、あ、もう本当にご報告とか、あ、なんだっけ、あ、謝罪、うん、黒いサムネに謝罪って書いた動画がいっぱい今年出ることになるかもしれない。でもファンネームは私たち考えてないから。そうだね、そうだね、で、うんうん、ファンネームに関する謝罪動画はないから。そうだねはいというわけで、またねまたね。いや、ごめん木村くん、ほんとごめんね、舐めてた。ごめんなさいね、本当に。浅はかだった。すいません。ごめんなさい。